はい、コロナ時代のワクチンですね。ワクチンについてどういうふうに考えるかっていうところを今日、説明させていただきます。まあ、妊婦さんね、ワクチンどうすればいいのかとかですよね。そういう部分を、ちょっと今日は、少し一部の目線ですね。一つこういう考え方もあるんだよっていうところを説明させて、いただきたいなというふうに思います。はい、しきちゃん。はい。さ、今の時代ってさ、まあ、コロナじゃん、うん、コロナっぽい時代なんだけど、うん、こうワクチンが出てきたっていうじゃないですか。はい、なんか始まりました、ワクチン接種。ワクチン接種で、うん、だよね。まあ、医療従事者さんから、違う、したほうがない。医療従事者さんからなんだ、まあ、病院勤めてる人がメインだよね。なってくるかなと思うんですけども、皆さんはどうでしょうね、ワクチンっていうところで、なんかね、こういろいろネットで情報収集してる方もいらっしゃると思うんですけども、ワクチン危ないんじゃないのとかね、いろいろあるかなというふうに思います。でもまあ、なんか何でもそうなんですけどね、基本的にもう大量生産するものはさ、やっぱり皆さんね、大量生産するものはね、なんやかんやその腐らないようにいろんな工夫してたりするわけなんですよ。っていうことを考えていただきます と、 なんかね、普通の食品とかでもやっぱり実はね、まあ、なんかいろんな工夫があって似たようなもんなんじゃないのみたいな話をさせていただこうかなと思います。ですね。これ結論から言ってワクチン、どうなのかなっていう部分って正直わからないっていうところが正直なところなんですよね。でも一個ちょっとこのこういうところでちょっと考えてっていこうかなというふうに思ってます。で、水銀というところで、ちょっと考えていただきたいんですけども、こう、なんかさ、しきちゃんも、腐らなくするため、防腐剤としてさ、水銀って入ってるみたいなんですよ、ワクチンって。で、水銀。水銀ってどんな意味がある？水銀って、水銀って、あれですか、なんか、公害とかに出てきたやつですか？あ、そう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 、なんとか病みたいな感じでね、昔なんか工場からそのまま流してて、うんぬんっていう話があったよね。あれはまあ相当高濃度だったみたいなんでね、あれなんですけども、なんかね、これ水銀っていうものもこの、まあ、入ってるんだけど、なんか半分こして入ってるみたいな、25マイクログラムとかそんな感じですよね。まあ、それぐらいの量を入っていて、っていう感じなんだけど、これがですよ、しきちゃん。はい。お寿司好き？お寿司好きです。好き。お寿司、お刺身とお寿司どっちが好き？お寿司。お寿司が好きなんだ。そうね、乗っかってるよね。お寿司とかってさ、寿司、寿司とかで何が一番好き？お寿司、うん、お寿司、いくら。いくら、おう、いくらわかんないけどさ、例えば一番代表的なのでマグロ、はい、マグロですよね。マグロとかってなってくるとさ、なんかさ、こう一切れ一切れでもこれオーバーしちゃうみたいなんですよね。そうそうそう。じゃあいっぱい食べちゃダメなんですか？で一応さ、ほら、なんか他の県のお魚食べる、たくさん食べる県のホームページとか見てみるとこれ書いてあるんだよね。その妊婦さんは水銀ってほら、なんかちょっと悪いことするわけじゃないですか。なんとか病みたいなのがあったぐらい、なんか、悪いことするんですよ。なんか入っちゃうんだよね。なんか例えば亜鉛が入るべきところにこの入っていっちゃったりして、こううまく回らなくなってくる感じですね。いろんなもののこの代謝が回らなくなってくる感じになってくるんですけども、だからやっぱり1日週に何グラム以下みたいなこと、妊婦さんとかってね、ちょっと興味あればホームページみたいなのどっか見ていただけると、マグロ、水銀って妊婦みたいなことを入れるとね、多分出てくると思いますので、なんですけども、まあ子宮に苦手なんでね、このざっくりがいいところなんでねざっくりがいいところなんで、考えていただきますと、こちらの危険性というものをほっといて、こちらの危険性というものを論ずるのはちょっとどうなのかななんていうふうには思いますよね。まあ、だから水銀というものだけで考えていただきますと、そんなに心配はいらないのかななんていう感じですよね。で、なんかこれメチルっていうのとさ、エチルっていうのってさ、なんか
まあ、ちょっと違う感じなんですけども、これが本当かどうかってちょっといまいち分かりませんけども、なんかむしろこっちの方がこうね良くないよっていう風なね、うん、なんか メチルエチルアルコールでもあったのって知らない、はあ、どっち飲んじゃダメって言ったらほらこっち目が散るからっていう、はあ、衛生学って我々は学問だと思うんですけども、本当散るのかなみたいな思ったけど、そうだよね。こっちがやっぱり、うん、らしいんですよね。こっちなんでエチルっていう感じで入ってるので、まあそこまでね、そんなに心配しなくてもいいのかななんていうふうには思ってますよね。なんかさ、今の時代ってさ、どうにかしなきゃいけないですよね。ずっとこのままコロナっていうものを恐れてやっていくっていうものの一つの切り札がこのワクチンであれば、本当に効くんであればですよ、もちろんね。効くかどうかちょっと言ってみよう。やってみなきゃわかんないところあると思いますので、あるのであれば、こういうものでねやっていく、それとも集団免疫をみんなで獲得するとかって言ったら、そんなどれぐらいかかるのかなっていう話だしね、犠牲もたくさん出そうな気がするし、治療薬もしくはそれしかないよっていうところでちょっといろいろ考えてみると、やっぱりね、なんか報道されてることとかそういう話とかっていうものがやっぱりどこまで本当なのかとかね、どこまでなのかっていうところもちょっといろいろ考えていって、その一つです、これでだから受けた方がいい受けた方が悪いとかっていうところはもうこんな分かんないんですよ、分かんないんですけども、一個水銀っていうところのこのレベルで見ていくとこで、その高さだけで見ていくと、あの水銀はそんなにあれなのかなっていう感じね、ふうに考えね、子宮ちゃんだったら受けるこれインフルエンザじゃない、コロナ。子宮ちゃんは基本的には受けない派ですけど、受けない派、うん、でも、うん、もしでもやっぱなんていうんですかね、こうほら元気なので今のところ、うん、やっぱこう基礎疾患もないので受けない派ですけど、うん、でもやっぱ妊婦って心配なところになってくるなって思うと、ゆずる先生的にはじゃあ妊婦さんだったら受けるタイミングはここがいいよみたいなのあるんですか？いやーまあ例えば安定期入ってとか、いやーうーん後半とか、いやーじゃあこれ要するにね、なんかここまで来て要するに僕の意見もやっぱり言わなきゃいけないと思うんですけども、受けなくていいんじゃないのっていうふうに思ってますぶっちゃけね、本当に抜けなくてもいいんじゃないのというふうには思っておりますですよね、じゃなくてどちらかというとほらそういう時代になってもそれで何とか何かで何とかしなきゃいけないって話になってくると、要するに妊娠する可能性がないいずる先生とかそこら辺の人たちが受けていくしかないのかなというふうには思ってます。いずる先生が受ける側ってことですね。受けてで要するにほらその移さないようにしていく感じ、まあ、もちろん仕事中マスクしてるしね、いろいろその対策はしてるんですけども、もうそれしかないんじゃないのかなっていうふうに思いますけど、他の道があればねもちろんそっちを選ぶんですけども、先生だってインフルエンザになったことないもんね、はっきり言って。ちびちゃんある？判定を受けたことはないです。ない あるんじゃないの、知らなかったけど風邪ぐらい引いたことありますか、ね、インフルエンザってなったことないし、だからコロナもとかなったその割にないしね、そんなにね、ちょっとその怖さも正直ね、わからないんだけど、一個まあちょっと皆さん水銀というものに関して言っていくと、常日頃の食事からももっとまずいものを取ってるんですよっていうところですよね。でまあこちらのねワクチンっていうところで水銀の問題だとかね、これより怖いのはアナフィラキシーの方ですよね。なんかほらアナフィラキシーっていうのはそのコロナのそういうものを入れたことに対する体の反応っていうのは分かんないじゃないですか。そうすると民族によって違うんじゃないのかみたいな、もちろんあって当たり前じゃないですか、これだけうつる確率が違ったりするので、そういうふうに考えると妊娠してる人がわざわざ受ける必要はないんじゃないのかなっていうふうには思います。もしくはね、なんだろうな、だそれが例えばこれから妊娠に向けてさ、例えば風疹じゃないけどさ、そういうもので考えていって、例えばそういうリスクがもしくは重症化するリスクがあるって話になったら、そこでまた違うレベルで考えていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。水銀というものはとにかくね妊娠にはマイナスにはなるんだけど、
決定的でもないかな、これに関して言うとね、間違いなく決定的でもないよね。だってこれ、だって量的に言うとさ、量的に言うと、これ多分ね、ほんの 何十グラムとかで、なんかワクチン何本分打ったぐらいの製品になっちゃうっていう話なんです。そんくらい食べるじゃないですか。食べます。マグロ好きでしょ。鉄火丼にして食べます。めっちゃ好きだよね。うん、ね、だから、そう、それでも、だから本来その出すシステムがあるから、ある程度ね、なんかアミノ酸とかそういうものをしっかりとってて、それも解毒の回路っていうものがあって、で行けば、その許容量だったら大丈夫だって、ちょっと話長くなっちゃったんだけど、許容量だったら大丈夫だったりするわけじゃないですか。ですよね。解毒のデトックス回路みたいなのがあって、ね、そういうものから出すっていう回路はしっかりほとんどの方はしてるので、ダメな方っていうのはやっぱりいるんですけどね、ちなみにね。そういう方っていうのは、まあ、ちょっとまた他の、ね、専門機関で見ていただかなきゃいけないんですけど、ほんの一部かなっていうふうには思いますので、結論でなくて申し訳ないんですけどね、ここの部分でちょっといろいろ判断していくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。